はいどうも皆さんこんにちは今日はですね一月十一日の七時二十六分夜に収録しています今日はですね明日の十時半に発表される CPI の私なりの予想を皆様に発表したいと思いますはい。 先,先月はですね私、7.1%の予想で、まあ、たまたま当たったもんですから、まあ、株価は上昇したと、でその後、すぐ落ちましたけどねで、しかも私ね、その時ロングポジション持ってなかったんで、結局ね、その利益にはあやかれなかったというのが先月ですね、まあ、なんで、まあ、結論としては先月は上げでしたと、で先々月もね、逆 CPI ショックで上がったんですよね。2ヶ月連続で、まあ、上昇してると えーいうことですよねで今月もじゃあ上昇するのっていうね、まあ、そういうあの期待が多分ね、まあ、この2ヶ月も上昇するとですね皆さんね CPI イコール爆上げみたいなね、まあ、そういう図式というかイメージがまあ固まりつつあるのかなと3ヶ月目にしてねはいで私はですね、まあ、これはねもう突き詰めて考えてもわかんないんで結局ね まあこうい連う銀の,の予想とかいろいろ出てますけど結局外してるんでね、なのでまあ素人が予想してもプロが予想してもまあ結局ね、当たらないという前提のもとで私のまあ予想を発表させていただくとここに書いてありますように明日はですね6.8%、はい、えちょっと高めの市場予想が6.5%に対し CPI Now のクリーブランド連銀予想が6.63%で出てます。それに対して私の予想は6.8%。で、ナスダックはその後ですね、このチャートのように今、上昇、上に上がっていく、上がっていきたいっていうね、まあ、そういう値動きを見せていますが、はいえーまあ、11,200あたりからここ、1万672ポイントに一気にね、真っ赤な陰線をつけて、ズドンって。 で落ちると思っています。はい、え一応ですね。この市場予想をちょっと見ていきましょう。市場予想がですね。これ楽天証券のねこちら見ますと。とえー、っと今ね。これ予想値が6.5%になっているよと。と明日の10時半ですね。 はいえー、アメリカの、ね、米国市場をが開くのが23時半なんでその1時間前に発表されますので、えー、皆さん、ねえー、要チェックということで、はいえー、6.5%ちなみに前月は7.1%でしたと、はい、いうことですね。えー、で前回もです、ね、予想値は確かです、ね、高かったんですよね。 はい、この CPI ナウっていうのも見てもですねこれは12月今回ですけどね今回6.63ですけど前回振り返るとほら CPI ナウってクリーブランド連銀ンンの予想は7.48になるよって前月言われたんですよで、えー、答え合わせすると7.1%だったんですねだからこの予想よりも低くて株価は上昇しました一気にねはいでまあそういう経緯がありますとなのでねまあこういう予想っていうのはまあ あの自由にね、個人なり、こういうプロがやっても外すんでね、皆さん、好きなようにやってると。で、今回の予想はですね Now、CPI ナウは6.63%となっています。楽天証券で出てる市場予想は、コンセンサスが6.5%になっているとい,いうことですね、これよりも高い数字が出れば、基本的に株価は下がります。 これよりも低い数字だったら株価は上がるのかな。だから6.3とかが出てきたら株価は上昇すると、はい、いうことですね。はい。このね、数字の方向性、株価との関係性はあのチェックされておいてください。6.5よりも株価の下落を願う方は高く出てほしいって思うし。はい。で、私は、うんとね、下落を願うというか、下落を予想しているんで、私は。この後の下げを予想しているんで、まあ、結局ね、まあその、 まあ、あの年末からずっと下がってきてでドンって落ちてで年初から、まあ、月足の上髭なり、年足の上髭なり、はいまあ、今、ねえー、軽いこう上昇トレンドになっているんですよね。で、えー、このあたりが年末ですね、この今ね、えー、ご覧いただいたのはこれは二時間足ですね、年末12月30日、そうですね1月から、まあ、このように上昇していると。 特にですね、先週の1月6日の金曜日からですね、上昇してるとずっとね、1週間、まあ、上昇基調であるということ、これがまずね、背景にあります。はい。先週の週中ぐらいはずっとベアトラップで、ね、非常にみんな下目線でしたね。悲観的でしたね。覚えてますか先週ずっと下げ基調だったじゃないですか。うん。なので、かなり怖かったと。あの、買ってる方はね、特にね、 怖かかったんじゃないかないいと思いますで金曜日に、まあ、ドーンって上に突き上げてでその後、まっ、あ、たちょっと急落したものの昨日またねこのように上昇して、はい、今、じわ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 上昇しているとで私のこのチャートの予想ではこの青いラインですね、この上値抵抗線ここを超えることはまあよっぽど CPI までにここを超えてくることは、まあ、まずないと思っています。はい でこの青い線、まあ、一応こう上値抵抗になってるんですがえこれ以外にもですねこの年末にえ年末というかあ12月の頭から中旬ぐらいにかけて作ったこの3ゾーンですねえここのネックラインこれずーっと延長するとですねこの黄色い線になります、はい、ここでもね今ちょっと反発しているような感じですねですのでえー、っと週始めにまず大きく上げてこの青い線にドンと。 上げ止まりまりしたとで跳ね返されて一旦落ちるもまた反発上昇し今度はこの黄色い線のところで今ちょっととどまっているところですね、まあ、ここを抜けようが結局この青いラインは CPI 前にしてここを上抜くことはまずないと私は予想します、はい、でもし上抜けるのであればやはり CPI ってことになるんで CPI はどうなるかって言ったら直前にまあこのように また上がっていくような値動きをしつつ皆さん買い方にね、えー、期待を持たせると上目線の人たちが増えてくると、はい、いうところで、まあ、そこを裏切って落としていくということですねですので、まあ、今夜とか明日の時間外に関しては株価が釣り上がっていけばいくほど私はその後の下落に期待が持てるかなという。 普通の人は株価が上がっていくだから CPI でも爆上げするんだっていうふうにどうしてもねどうしてもそう思っちゃうんですよね。これはもう仕方がないですね。だけど私は昨年1年間でよっぽどその逆行現象つまりえまあ日々の例えで言うと時間外で釣り上げておいて 時間外で釣り上げておいて、ザラ場で落としていくみたいな。これをね、毎日毎日食らってると、もうね、そういう逆転の発想になっちゃうんですね。ですので、今日上がってますと。で、このまま上がるとここ抜けちゃうんで、一旦ね、ここでリセットかけると思います。ブルートラップ、これ以上上げちゃうとまずいからってことで、一旦ザラ場で、今日の23時半なりに、一旦の急落があると思います。 はい、一瞬でこのように落としてでその後またじわ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 、まあ、それはき、あのーまあ、今日のアフターなのか明日のの時間外か分かりませんけどどっかでまた、えー、今日のここのように上げていくと思いますね。はい、で11,200付近でつまりこの黄色いライン付近で、まあ、指標発表を待つんじゃないかなっていうふうに思います。あくまで、えー、上に上がっていくようなそういう値動き。 今から上に行きますよ、飛び乗ってくださいというような値動きをして、最終的に11,200付近ですね、で待機するということなんだと思います。こうするとですね、チャート的に非常にこう左右対称になってきれいですし、あと、かつ上に上がっていくよっていうね投資家の心理で。 買っていく人たちとか、売りのポジション、私も売りのポジション持ってますけど、まあ、そういうのを一旦整理したりとかね、えー、そういう人たちが続々と増えてきて、まあ、この後株価が上昇だっていう声が上がってきてからのね、まあ、こういう裏切りの反落みたいな、はい、展開に持ち込みやすいのかなっていうふうに思っています。はい、でこの、えー、逆算尊が否定されるとですね最低でもねここ1万660 えー、万かな、はい、ここのボトムままで落ととしていくと思いく思すここを突き抜けるかどうかっていうのは一旦下げてみないと分かんないですけどまあ最低でもねここまで行くでしょうとですので、えー、CPI 明日発表あってからまずは数百ポイント下げてでその後何、えー、ですか米国市場1時間後に開始してからもどんどん下に行き結局のところを、えー、引けにかけて 1万672ポイントまで到達するとつまり528ポイント下落とですので先週から続く先週末から続くずっとこの上昇これを一気に1日で全部打ち消すようなそういう下落になるんじゃないかなっていうふうに思いますその下落のパワーというのは CPI の数字でいうと市場の予想からまあ点プラス0.3%ぐらい上振れしていればまあその程度は下落していくのかなと。 いうことを思っておりますでここ最近ですねさすがにね1週間もこのように株価がね右肩上がりになっていると上目線の人たちがね増えてきましたねはいでこれからね株価はまあ、例えば1万1500いくよとか中には1万2000に到達するよとかねまあそのようなことを言われる方が、まあ、増えてきましたはいで私はあのぶれてないですね特にねそのまあ 指標発表、明日指標発表本番の前日とか当日の直前とかにこのように上がっていく素振りを見せれば見せるほど私の場合はね、私の場合はあのその後の下落というのを期待してしまいますね。でね、えっと、安心材料を皆さんにね、ちょっと一応お伝えしておくと、ここに青ラインがあるじゃないですか、ここの上値抵抗線ね。もし CPI で仮にですよ、私は信じてませんけど、CPI でドンって上に上がった場合、 ここでねドンって上に上がった場合どこかで調整くると思うんで一旦はねこここここの青いラインに、えー、レジサポ転換で試しに行くと思うんですよね。ねもし上だった上に行っちゃったっていう場合はここで逃げ場があるし、はい、なのでドンって上に上がった一番高値のところでまあショートポジを損切りしたりとか、えー、もしくはねロングで食いついたりとかするとそこは騙しに合うと。 結局そこで一旦戻ってからまたさらにね上昇するっていうような値、ね、動きが大体こういう意識されてるネックライン上値抵抗線ではあの通常なんでですので、まあ、上にドンっていったとしても、まあ、すぐ焦って損切りせずにですね私の場合はまあしばらく様子見てまたこのねサポートライン今度はサポートラインに変わるこの青い線に戻ってくるのを待つなりなんなりして対処したいと思いますはい。 そうですねもう一段上があったとしてもそこから結局またそこピークにして下落していくでしょうっていうふうに私は多分ね考えると思いますねはいですのでまあ今こうやって釣り上がってくれてるんで株価がねじわじわこうやって上がるふり素振りを見せてくれてるんでまあなおさら明日はねもうこれもう最後のはい最後のこう何て言うのかなまあはかない抵抗というか <laughs> うんでまあ一旦リセットかけないとまたねえ釣り上げていけないんで一旦 えー、23時ぐららいいから一旦落ちると思います。ですので、えっとね、戦略としてはあのショートポジを、ね、全力で張ってる人全力でもう突っ込んじゃってやばいって思ってる人今株価が上昇してるんでね方、えー、についてはポジションの整理あくまでね、まあ、いつも私言ってるんですけどそのまあロットサイズをねそんなにこう張りすぎないと、はい、いうのがやはり、まあ、安心して相場を見るコツだと思いますので。 はい、ちょっと全力で行き過ぎちゃったなっていう方はここで全部下ろすんじゃなくてここで全部利確とか損切りとかするんじゃなくてここでそのポジションサイズを少しミニマムにするなりしてその後の下落を信じてる方については、まあ、そこで指標を待つと、はい、いうこと、まあ、もっとねあの、まあ、安全を見てっていうことでしたらもうそもそもねこういう指標またぎのギャンブルトレードはするなと。 いうことになりますね、はい、だけどねまあここ最近の値、ね、動き見てると指標とか何か重要なイベントでドンって動くでその後はまたレンジとか戻しがあったりとかで結局ね指標発表ドンってきた後にはいじゃあショートって食いつくとその後のこう反発自立反発とかでまた結局ね速攻でまたあの含み損。 が発生すすするるんですよねねついていこうとすると、ね、なのでねまあ何がベストってなかなか言いづらいですね。私的にはやっぱり、まあ、高いところでショートポジション持ってであとはまあ多少乱高下しようがまあプラ,スの中プラスなんだからいいじゃんという感じで高みの見物をするのが一番理想なんでしょうけど縦根がねこの辺の方私も含めてですけどこの辺で縦根でロングなりショート持たれてる方っていうのはやっぱりロットサイズを抑えて。 はいまあ、仮にね、上行っちゃった場合でも耐えれるようなロット、うん、ですね、はい。で、その後のね、まあ、もし上行っちゃったとしても、そこでまた売り増しをできるような、はい、そういう余力ですね。そういうものをまあ残して望むというのがいいのかと思います。はいまあ、ただですね、私はやっぱり、明日は CPI の予想、上振れ、0.3%プラスの6.8%。で、えっ、ー、とね、一応ですね、 まあこれは CPINow の数字でこちら investing.com というサイトでまあ先月も確かこれ見ましたよね2021年のこの11月から12月にかけてものすごい上昇した 0.6%2021、はい、年ねはい上昇しましたとでここから2022年の1月にかけて0.2%しかアップしてないということなんでまあ前回の結果7.1%に対して まあ微減わずかに減っていくだからまあ7.1が6.8ぐらいになるよねという感じで私は見てるんですけどがっつり6.5%とかうんがっつり6.3%とかってなるにはここのグラフでいうところのそうですねこれが例えば2022年の1月の結果が例えば7.5%とかね思いっきり釣り上がってると。 だからそのベンチマークというかその比較する前年の数字が高ければ高いほどね上振れしてればしてるほど比較する今年のね今月のデータというのはまあ低く出るというのは当然ですよね。ですのでまあそうでもない限りはり12月と比較して0.2%しかアップしてないのでまあ普通に0.2引くと6.9になりますし。 はい、だから6.8%という数字は何も、ね、そんなにとんでもなくあの大きな数字ではないのかなって私は思って普通に6.8%ぐらいかなって思ってるにもかかわらず予想値は6.5%になってる、はいるこちらでも6.5%になってるし CPI ナウでも6.6%になってるということなんで予想値が、ねまあ、ちょっと低めに出てるのかなって、はいいうことですね。 予想を低くしておいてで順当にいくと6.8%ぐらいかなって思いきや思いきやですねうんそうそうまあとにかくですねその予想よりも高い数字が出てでその後大きく下落すると500ポイント以上は落とすんじゃないかなって CPI でのねボラってすごく激しいですから一気にまず300ポイントぐらい下げてそうですねここから一気にもうついていけないぐらい900割ぐらいドンって落として。 でその後、まあ、一晩かけて、はい、明日一晩、木曜日の晩、一晩かけて、ここに到達すると、その後はね、あの反発の可能性っていうのが出てきますし、はい、ということだと思います。ですので、今このようにね、株価がじわ上げしてるじゃないですちょっと今下がってるのかな、分かんないけど、一旦ね、あの下げると思います。 うん、ブルートラップやりすぎちゃいけないよね。だから一旦ちょっと戻そうかって。一旦ちょっと安く引っ込めておいて、よしもう一遍またブルートラップ開始って。じわ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 こう釣り上げていって。昨日もね、昨晩もね、5時間かけて、ね、なんとね、5時間かけてたったの100ポイント。はい。だからまあ、このね、えー、っと1時間足とか見てると、ちょっとずつ切り上がってる。でもね、ああいうのをね、5時間とかずっとチャート見てると、やっぱりね、 メンタル的にあ上なんかなってあそっか上かってこのまま CPI で爆上げだとかって思っちゃうんですよねどうしてもね、うん、そう思っちゃうで例えばその SOXS とかベアホルダーの皆さんねっていうのもものすごいやっぱ不安だと思いますねここからさらにねマイナス10何パーとか CPI の結果でやられたらかなわんなっていうふうになっちゃう、うん、あれは特に3倍のレバレッジが効いてるんでね1日で10何パーとかって動くじゃないですか はい一時なんか30%とかって動いた時ありましたよね。<laughs> 自分の資金がさ 3, 3割減るってさ一晩で一瞬でねいやー怖いですよねはいまあそんなのはないにしてもねやっぱ十何とかって動く可能性十分ありますんでうんなので特にねやっぱりこうやって値、ね、動きが上にこうやってつり上がってると不安であるとでも私の場合はね逆なんですよね時間外で上がればやっぱりその日下がるって思うしでこういう重要指標の前に上目線 の方が増えてくるととかかこれも絶対上でしょうみたいな確信とかね、うん、だって今夜だって上がってるしこのままずっといけば CPI でバーンとこう爆上げだよっていう人たちが増えれば増えるほど私はまあそこを裏切るやっぱり逆行の下げ、まあ、つまり CPI で6.8%ぐらいの数字が出てくればドーンって下に行くのかなっていうふうに思います。と、はい、とにかくねね、まあ、いろろんなところが、ね まあお偉いそういう機関であったりとかこういうねクリーブランドの機関とかそういうところが様子を出してるけど結局ね外してるんですよねあってるときもあのドンピシャであって私が儲けさせてもらったこともありますはいそ,その時はねここに感謝して今後これをもうちゃんとブックマークして見とこうっていうふうに思ったんですけどその翌月にね外したんですよねで先月も外してるしまあ結局ねどこ信じればいいかっていうのはないですねない うん、どこが頼りっていうのはないですね。でどの YouTuber の信じりゃいいかっていうのもないしもうこれはねもう自分で信念を持ってやる信念が持てなかったらもうやらないトレードしないっていうことがいいと思うんですけどねでも私はもう今までのパターンでだいたいこうやってまあブルトラ的にこうやって、えー、釣り上げておいて落とすっていういつもの常等手段じゃないですか。ななののでまあ想像の範疇かなって いう,ふうに思っていますですので、今夜、この青いラインは抜かないように、結局また一旦リセットをかけて、またどこかでじわじわ上昇し、この後の株価の上昇をね、皆さんに期待させ、上目線の人たちがね、強気になり、楽観になり、ね、強気になったところではかなくこう散っていくようなね、まあ、そういうね、動きをするんじゃないかなというふうに思っております。皆さんのね、ご意見もぜひお聞かせください。あとね、私のこの予想ね、まあ、あくまで個人の予想なんでね、あの 鵜呑みにしないようにね。皆さんご自身で考えてください。以上です。ありがとうございました。